泥火山。泥水が噴出している。インドネシアシドアルジョの泥火山。泥噴出事故で農村地帯が泥沼と化した。ルーマニアの油田地帯、ブザウ県ベルカにある泥火山。泥火山は地下深くの粘土が地下水及びガスなどとともに地表、または海底に噴出し、堆積した地形や、その現象のこと。火山の名称が付けられているが、必ずしも、 火山活動と関係のあるものではなく、溶岩などに比べるとその温度は非常に低い。特に噴出箇所で炭化水素の多いハイドレートが作られている場合は、噴出物の有点くらいまでに低温になっている。温泉と共に噴出しているケースもあるが、低温の地下水と共に噴出するケースもある。地下圧力よび泥質の噴出により、飛行数メートルから数十メートル程度の泥の 丘陵や泥のドームを形作ることもあるが、直径 10km や高さ 700m に及ぶ大きさのものもあり、突然噴出して周辺を泥に沈めることもある。形成要因としては、地中深部の耐水層に高圧がかかり、その上位にある浸透率の低い粘土層を破砕して表面に噴出するものと考えられている。 噴出しているガスの86%はメタンだが、二酸化炭素や窒素も含まれる。世界的な分布としては、油田地帯及び沈み込みたい周辺に多い。カスピ海周辺やアゼルバイジャンに多数あるほか、国海沿岸、インドネシア、日本、台湾、アラスカ、カリフォルニアから、メキシコの太平洋側、メキシコ湾岸などに点在する。 地表及び浅い海底には1100カ所ほどの泥火山が確認されているが、深海平原などには1万を超える泥火山があると考えられている。ありがとうございます。